はじめまして、こんにちは、佐久間優吾です。で、誰やねんと思いの方に軽く簡単にご説明したいと思います。1986年7月の23日生まれの B 型の獅子座、ただいま27歳です。生まれも育ちも千葉県旭市飯岡というところに住んでおります。近くには海があって山もあって、海の幸、山の幸、美味しい食材がたくさんあります。好きな食べ物は、ご飯、触れそうか、米、刺身、ラーメン、レバ刺し、焼肉、等々ですね。趣味は読書と映画鑑賞、あとはいろいろ興味あることに、いろいろ意識を向けています。はい。で、今回ですね、なぜ動画を撮っているかというと、新しくブログを作りました。アメーバブログ、アメブロですね。一つ今までやってたアカウントはですね、僕の仕事、手作りのウェディングアクセサリーなど、手作りのアクセサリーを紹介したり、結婚式の豆知識、そういう情報を配信していたんですが、もう一つ、個人的なブログのアカウントを取って、こちら今日から再開しました。2013年11月の今日何日だ27くらいかな、新しく始めました。その名も佐久間優吾と一生一緒に成長しようというブログのタイトルです。これはどういうことかと言いますとね、今もう21世紀になってもう13年が経ちました。もう2014年になるところです。今年もあとわずか。21世紀になって時代も変わり、もう世の中では物が溢れてる、そんな世の中、物質的な欲求は満たされていくと思います。いろいろ物が溢れてるぐらいなので、食だったり、着るものだったり、いろいろその他あると思いますが、では今後この世の中はどうなっていくのかなって、ちょっと自分で想像してみたときに思いついたのが、やっぱり物が溢れてるんでね、これから人々は精神的、見えないものを求める、魂を鍛えたり、情報、自分の生活や人生に役立つ情報、知恵、知識など、そういうね、情報を求める、そういう世の中になっていくのではないかなと思いつき、この度新しく一生一緒に成長しようというブログを始めました。どういうことかというと、人生に、自分の人生、夢とか目標とか、自分将来なりたい自分、そういうセルフイメージをしつつ、どうしたらいいのか、何が必要なのか、そういう人生に役立つ知識をブログを通して配信していきたいなと思っております。同じような志を持った人たちが集まって、情報を共有して一緒に成長できたらいいなと願っております。肉体的にも精神的にも知識を身につけて行動することによって、品格や人格が高まって、さらなる成長した自分を求めていきたい、そういう願いを込めて
作りました。まあ、ゆくゆくはその役に立って皆様と幸せを共有できたり、まあ本当でかいこと言うと世界平和、まあ、日本、世の中が良くなって一人一人の意識が高まって、一番高いところは世界を平和に、争いもなく、まあ、そんな夢を見て楽しく、みんなも自分自身もみんなも楽しく、なんかワクワクするような、自分もみんなも一緒に成長できるような、そんな感じの、まあ本当成り行きな感じで始めましたが、いつものごとくとりあえずやってみなきゃ始まんないということで、うん、これからどんどんいろんな情報を配信していくので、皆様これからもお付き合いの方よろしくお願いします。そんな感じで今後とも私佐久間雄吾よろしくお願いします。そんな感じで、ではまた、バイバイ。ぜひ Twitter、Facebook、アメブロ、YouTube チャンネルとフォローしていただけると嬉しいです。それではまた、バイバーイ。